うわ、白子来た。あらら。あ、違う、え、今日からか。白子がついに来た。え、ドデカスキンもあるんだが。どうしよう、先白子行く？先ちょっと白子にしようか。ドデカスキンじゃあ、明日の朝ちょっと投稿にしよう。はい。白子来ちゃった。いいや、いいんだけど。最強の鬼から逃げ切りチャレンジクリア目指そう。かっこいい。氷だったんだ。あ、あれ手じゃないんだね。あ、氷のとこ手だと思ってたけど、氷なんだ。氷、うん。で、青鍵、そして、王様ペンギンと。こちらはちょっと、明日、100連、引きたいと思います。ちょっと待って。で、しかも皆さん、まあ皆さんご存知の通りね。ホーム画面が変わったんですよ、こんな感じで。モンストかな？いやー、これもかっこいいですね。とりあえず、まずチャレンジ見てみましょう。白子。どうだ？さあ、果たして。どうなのか。あー、ここも、なるほど、なるほど。この黄トラ、赤トラ、黒トラが、これが果たして、これさ、青鬼、魔王鬼みたいなのが出てるのかっていうのも気になりますよね。なので、キャラ設定でいいのかな？スキンで、青鬼図鑑、こっちか。これで新しい魔王鬼が、魔王鬼的に、あー、出てない。どうなんだ、魔王鬼はいるのか。ちょっとスキン、ちょっと変えたいと思います。ちょっと待っててくださいね。スキン選択で、じゃあまず、キトラー行きましょう。どうなんだろう、鬼来るかな。フランダマッチ、あ、違う、ランダマッチ、ランダマッチ。ランダマッチ、さあ、どうだ、どうだ、どうだ、普通なのか、果たして。あ、来た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 、これ、魔王鬼じゃないか、これ魔王鬼だ、よし。まあ、やっぱりそういう系来るか。なるほど、でも魔王鬼なんだね。やっと待ってたんだよ、魔王鬼。あれめっちゃ強いから戦いたかった。いやでも残念ながら新しい鬼ではなさそうだけど、魔王鬼の再来じゃ。さあ、行くぞ。いやー、ちょっと楽しみがいっぱい出てきましたね。開始まで、3、2、1、いや、緊張する。まあこちら、多分魔王鬼だと思うんですけど、とんでもなく強いです。多分初めての方もいるかもしれないんですけど、ちなみにプレイヤーは、全員ボットです。はい。全員ボットなんですが、このね、魔王鬼が足が速い、当たる判定が高い、そして何よりも襲ってくる、即。さあ来い、どっから来る、どっから来る。まだ来ない、まだ来ない、来ない。さあ、ちょっと待って、これね、ローラースケートとか大切なんだけど、宝箱まず取ってる暇ないと思うんだよ。だからキラキラから取るっていうのが一応、音が、どこだ？あー！危ない、危ない、危ない、危ない。やっぱり魔王鬼か。魔王鬼か。まあまあまあいいでしょう。とりあえず行ったところ行ってキラキラを取ろう。あった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 。来るか来るか来ない。ガスマスク、ガスマスクは嬉しいけど、ローラースケートが欲しい。ローラースケートない？あ、あった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 。どうだ？よし！オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ、これいいぞ、いきなりあるかも、ワンチャンある。で？これ狙われたらちなみにもうほぼ最後だと思ってください。どうだどうだ、来るか？ちょっと待ってよ。もうここにいよう。ここにいよう。ここにいて、どっちから来る？あ、ローラースケート切れちゃう。どうしよう。取りに行く？取りに行くべきか？行くべきだな。行こう。あ、キラキラ、たたたたた。さあ、2体目の。よし、いいぞ、いいぞ、来た、来た。2体目の ?2 個目のローラースケート、そして2体の魔王鬼が来た。さあ、来た、来た。え、来た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 、恐ろしさ分かっていただけましたでしょうか。いやー、これやばい、面白い。これはもう一度行きましょう。これ一生できる、魔王鬼に関して。いやー、なんかこのトラスキンとかニョロ限定でこれからずっと魔王鬼出てきてくれたらな。まあでもずっとやったら飽きるか。たまにやるから楽しいとかもあると思うからね。で、ちなみに今攻略法としては、今端っこ行ったんですけど、意外と、怖いと思うんですけど、中央。まあ、ローラースケートとか持ってる状態ね、できればね。中央にいた方が逃げれる可能性があるみたいなので、ちょっと次中央ら辺にいましょうか。でもな、中央いるといきなり鉢合わせになった時に逃げ切れない気がするんだけど、でも確か前、ニョロの時なんかそれで意外と青逃げできた気がするので、それでは行きましょう。レディー。ゴー。さあ行こう。
最初結構ここに降ってくることが多いんだけど、ちょ、とりあえずまあまずは様子見ですね。宝箱取るべきか、宝箱一応取ろうか。取れるんだったら取りたい。取られ、待って、まあ、いいか。いいや、もうキラキラから取ろう。あ、あそこにいる。どう動く。あっち行く。こっち来るか、こっち来られたらやばいぞ。大丈夫、一回戻る。これ、え、来てる。もうこの距離感でもやばいですからね、正直。もう一気に詰め寄ってきますから。どっちだ、どう来る、どう来てる、いけるか、取りに行ける、いけるね。で、あ、今、あの下にいるのか。なるほど。じゃ、ちょっとここら辺にいよう。ここら辺にいると、あー、キラキラ。キラキラ落ちてる。いけるか、いける。取りに行ける。よし、取りに行こう。ローラースケート、よし、いいぞ。もう、あのね、ガスマスクなんかいらないと思う。ローラースケート。とにかくローラースケート。あとは、ちょ、待てよ。取りに行けるか、これ。まあ、ちょっとでも警告音になったら逃げましょう。ローラースケートが欲しい。キラキラは落ちてない。こっち落ちてるね。落ちてる。ある。いやー、ガスマスク、あばばばばばば、匂い、逃げ切れ。危ねえ。よし。あー、もう一体いた。よっしゃー、よし、生存成功、最後の一人だ。よっしゃ。ちなみにこれすごい青銭貯めれますからね。青逃げできればね。できなくても、10位内に結構入れるんですよ。だからそしたら青銭350枚なので、もうすごい早いと。終わりが、一試合一試合が。だすごい稼げるとは思いますね。いやー、よかった。じゃあもう一試合行きましょうか。これで、要は、あれ3回だっけ ?5 回だっけ、ちょっと後で見ますが、クリアすればいいんですもんね。いや、楽しすぎる。まあこれでプレイヤーだったらもっと楽しいんだろうなって思っちゃうけど、まあそこはさすがに無理だとは思いますので、ボットで十分だとは思うんですが、これでさらにプレイヤーがあったら最高。あとね、できればね、あ、これはただの希望的観測ですよ。あの、魔王鬼じゃなければね、新しい鬼とかだったら最高なんで、まあこれから多分、ね、魔王鬼以外にも追加されてくるんじゃないのかなと思いますので、まあその時を、楽しみに待ちたいと思います。ということで、じゃあ行きましょうか。楽しい。いや、ちょっと青逃げできたな。さあ次は、基本僕こっち側にいるんですよ、左側。なんかね、右側ね、危ない、なんか、右側、カワだと青逃げできないイメージがあって、僕なぜか。毎回僕こっち側なんですよ。多分これは、ただ単に、好みというか、なんか多分イメージ的な問題だと思う。ここで前青逃げできたから、それ以降ここでずっといるみたいな感じになっていないな。近くには降ってきて、ないか、ないね。ちょっとできれば早めにローラースケートが欲しい。どっちにいる、え、どこだ、上か、どこにいる、いた、ローラースケート、いや、いないな、仕方ない。よし、これで今通ったところはローラースケートがどっかに、あった、よしまだ2体目来て、うわー、ローラースケート、いやー、ちょっとこれで安心になった。もちろん油断はできないけど、で、さあ2体目がもう来るぞ、2体目がもう来るけど、今のうちにもう1個ぐらいキラキラローラースケート欲しい。ローラースケートをいた、大丈夫、よしいいぞ、これもいけるぞ。いや、どうしても端っこいっちゃうな。ここはあえて端っこに行かずに行きたい、戦いたい。ここでこれ行くぞ、そこいよ。残り6人、来た、大丈夫、こっち行こう。3、あと2人、よし、残り1人、来てる、待ってよ、待って、やめて、やだ、逃げろ、ロリ、よし、あー、怖いよ。製造戦、これもう一回行こう、もう一試合やります。チャレンジが、白虎降臨、あ、残り一回でいいのか、キトラで行きましょう。これで、クリアしたいな。いいぞ。やっぱりローラースケートがすごい大切っていうのが分かったというか、なんかもう、ローラースケート大切っていうのが、もう、ひしひしと伝わってくる。意外にこれ、白虎降臨入手、早いかもしれない。この感じでいけば。
今日中に百個取れたら取りたいなー。いやでもちょっと厳しいかな。ちょっと今日は仕事が遅いからね、この後。ちょっと今3時12分に今撮影してるんですが、4時から仕事なので、それで多分帰ってきてみたいな感じになってくるとな、どうかな。それでは行きましょう。 2-1 ラストだ勝負。あ、いきなり宝箱。まあでも最初は別に多分大丈夫だと思うんだけど。ローラースケート取りに行きましょう。ローラースケート。もうガスマスクはいらない。もう、はっきり言います。いらない。よし、ローラースケート、いいぞ。オッケー。で、でも変に、宝箱取って、混乱とか、大丈夫。これは大丈夫、これは大丈夫。さすがに大丈夫。で、変に、その、足かせとか取っちゃうと怖いので。まだ大丈夫だね。こっち来てる。できれば、今あの人が、魔王にが通ったところに、行きたい。大丈夫？いける？大丈夫？怖いね。もう警告音になったらすぐに行きましょう。いやー、ローラースケートが消えた。できれば早く通り過ぎてほしい。通り過ぎないな。いけるか？あ、いける。大丈夫？これ狙ってない？僕を狙ってない？これ多分。よし、オッケー。で、ローラースケートほしい。ローラースケートさえあれば、よし！オッケー！いやー、あー、キラキラあった。どうだ、ローラースケート、ガスマスクか、ガス、いやいや、危ね、どっち来る、向こう行ったね、いやでもこっちにいるぞ、ここにいる、来た、ローラー、ちょっと待って、滑った、一瞬でも動き止めると終わるな、はい、ということで、とりあえず今回は、白虎降臨、来ますで、魔王にでしたね。はい、でも、楽しくできそうでございます。で、明日、ドデカガチャ、引きたいと思いますので、よければ見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。